よし、練習通りに一応できたわね。でも練習通りではダメ。練習以上のものを本番では出さないと。足音、あら、こんなところで何をしているかですか。ライブ前の最終確認です。いえ、邪魔されてはいません。ちょうどその確認が終わったところですから。別に緊張はしてませんよ。ライブは絶対に成功する、そう思えるだけの練習量はこなしてきましたから。本番前に緊張するということは、練習の時に自分を追い込まなかったということ。そんなこと私には絶対ありえません。はあ、ありがとうございます。変わってますね。今の私の表情がライブの衣装と合っているなんて。そんなところを褒めてきた人初めてです。あ、もうこんな時間、そろそろ行かないと。不思議ですね。少ししか話してないと思っていたのに、こんなに時間が経っていたとは思いませんでした。それじゃあ私は行きます。今日のライブも完璧に演奏してみせますから、期待していてください。